新チャンネル始まるよ。こんにちは、アクティブ新チャンネルの新です。本日の旅グルメは札幌市東区にあるレストランカフェプー横丁さんの紹介になります。あのお店は札幌市東区にある、東区といえば玉ねぎが有名ですが、札幌軟石の玉ねぎ倉庫をリノベーションしたレトロな雰囲気があり、美味しいのにリーズナブルなお店でございます。靴連れにカップルのデートにも、またお一人様でも落ち着いて過ごせるおしゃれなレストランです。本日の目的のお店、プー横丁さんに到着しました。特に入店しましょう。上でもいいですか？Wow.
北海道をドライブしながら美味しいグルメを紹介していますので、楽しんでいただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。